藤原学は、鈴鹿国定公園の三重県稲部市と滋賀県、東大見市との境界にある山、標高1144メートル。鈴鹿山脈の北部に位置し、日本三百名山及び、関西百名山、花の百名山に選定されている。三重県側は、太平洋セメント藤原鉱山となっており、石灰石が産業が変わるほど採掘されている。山頂は、 比較的平坦であり、山頂及びその北西にある標高1171メートルの天狗岩は展望地となっている。南には龍が竹をはじめとする鈴鹿山脈の山々を望むことができる。また周辺は福樹層や節分層などの群生地で花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。特に春先の花のシーズンに、 多くのハイカーが訪れる。藤原学周辺は伊勢湾に近いため太平洋側の気候である。冬には北西の季節風により日本海から雪雲が流れ込み山頂部は積雪する。1931年三義鉄道三義線の開業とともに藤原学山頂部に藤原スキー場がオープンした。戦時中一時期は途絶えていたが、 1953年2月に再オープンし、スキー場開きには高松の宮が招かれた。当時の藤原山荘管理人によると、山荘は食事付きで100人ほどが泊まれ、日曜日など多い時には1000人ほどのスキーヤーで賑わったという。山荘に貸しスキーがあったものの、初心者以外は、ふもとから担ぎ上げる人が多かったという。現在山荘はなく避難小屋が建っている。 5月の藤原学に咲く花々三重県側の稲部市には表道と裏道の登山道があり、両道は8号目で合流する。三疑鉄道西藤原駅周辺、または消防寺が登山口となっている。滋賀県側から登られることは少ない。鈴鹿セブ文馬運転に選定されている。表道と裏道の登山道がよく利用されている。9号目のさらに上には避難小屋があり、 良い休憩場所になっている。避難小屋から北側の重層路の少し西にある天狗岩と藤原学の両方に登る例もある。以下は上級者向けのバリエーションコースで坂本谷道は通行禁止となっている。三重県側から望む龍ヶ竹と藤原学山頂からの北側の展望説明の山腹には藤原山荘園系は伊吹山、農豪白山、 白山鈴鹿山脈の主猟線上にあり、北側には鈴北岳、南側には龍ヶ岳がある。稲部川に移る藤原学以下の源流となる河川は、琵琶湖及び伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。